結局やっぱり不便だからレンタカーを借りまして、まずは姫沼さん、姫沼さんに行ってみます。どんな感じだろう。姫沼、お、湖面に映りますな。ふう、そそられるけど時間がない。諦めます。なんだこれ、養殖してんのかな。ウニが、ウニさんがいっぱいいますよ。これウニさんがいっぱいいる。これウニがいっぱい、あ、見えないね。ウニがいっぱい、うお、海の色がやば、めっちゃ綺麗。